はい、よっと。じゃあ、食べる前に一応撮影しておこう。ここ、斜めに持っていったら綺麗に映るって言ってるけど、フラッシュ、必要なのか？意外にね、うまいことね、角度的な問題もあって綺麗に映らんような気がするんだよ。で、これをローのフラッシュに切り替えて。こんなもんでいいかな。あ、それとしじみ持ってこよう。うん。やっぱりね、私がちゃんといえば、ハバネロですよね。ハバネロ入りの一味です。ということで、本日の朝ごはんが、昨日茹でてやった鶏の皮の半分を使った鶏皮の親子丼、それと鶏皮の出汁ですね。それをベースにしたスープと、あとこっちがキャベツ、玉ねぎ、それから卵の炒め物以上となっております。それでは、いただきます。だけど、ほんとまだ体が寝ぼけとる。あ、いかん。水飲む。お水持ってくるの忘れてた。いかんいかん。両手のリングの風よりとか、よいしょ。さて、まずスープの方がどうなってるか。おお、結構いい感じ。うまいね。まだ体が寝ぼけてる状態でああやってパパッと作ったけれどもね、ほんと自分にとって味がちょうどいいわ。昨日鶏の皮をその茹でた状態でそのままほったらかしにしといてね。で、スープの上に浮かんでる油を全部溶けておいてから、それからこっちには醤油を入れただけ。あ、醤油じゃない、醤油と塩と胡椒、それだけでも十分美味しいスープが作れるからね。で、こっちはその調味料入れる前のスープをベースにして、鶏の皮で親子丼を作って、だから結局鶏の皮は昨日ワンパック買ってきて、これで3品食べてることになるんだよな。そう考えると結構経済的だよな。
で、鶏の皮がね、さらに親子丼にするために煮込んであるんだけど、これがもうトロトロ。つまり違うか。で、ここでハバネロ入りの一味をですね、じゃちょっと入れといて。やっぱ風味的にちょうどいい。
ということで、とりあえずごちそうさまでございましたよ。はあ。よく考えたら、さっきカメラで一応映像を撮影したけどね、4.3 のサイズで撮影したもんだから、なんか動画にするのどうだろう。まあ、なんか考えよう。まあ、食べたらちょっと元気出たかな。